人がすごいですね。ね、ほらほら、あそこにほら、トゲ抜き地蔵、総本堂入り口ってありますよ。あそこに行くわけです。お参り、あ、あっちで。おばあちゃんちの家ですね。これは何に効くんですか？何でも。何でもですか？あ、じゃあ頭いいの良くなりますか？頭良くなりますように。女の子にモテますよね。じゃあ男性にモテますよ。これ並んでますね。並んであそこでなんかこう、あのお水をなんかねかけて、こうなんかゴシゴシするんだよね。こっからちょっとね並んで、お参りをしましょう。いやすごい人がいっぱいですね、本当にね。4の月なんか今日なんか空いてる方だよ。イエイイエイ。初のねトゲ抜き地蔵ちょっと楽しみたい。うん、とはやっぱり何でも知ってる人にね、うん、ノウハウは聞くっていうのが一番大事です、ね。生きた情報ですから、ね。うん、知ってる人にこう聞いてあの情報を得るっていうのが、ね、そうですね。昔からの、ね、ね、情報収集でございますよ。これここでタオルを買うわけですね。ああ、光はそこの看板屋で入れたって。これ小さいんだよ。100円のとこまで。代表で一人買えば、うん、大丈夫だよ。で、証拠で証拠に移そくの。入れたよって。ごちばっちりだ。はい、面白い。タオルもでかいよ。で、5枚も買っちゃうよね。いただきました。面白いだね。明るくて倍返しだな。倍返しだ。いいお顔してらっしゃいますね。そうですね。お手本をちょっと見ていただけるとありがたいかな。ちょっと見ていって、まずはお水を濡らしまして、絞るわけですね。はい、はい、どこですか、おば。で、右肩、左肩ね。順番よ、順番。でしょ。あ、こっちからまた。回り方があるというわけでございましてですね、はい、トゲ抜き地蔵、参拝、ね、しました。参拝しました。まだ行ってない。まだ本堂。あ、じゃあ本堂の方行きましょうか。はい、ね、やっぱりあの触れ合いがね、やっぱりいいですよね。同じ目的でこう来ている人同士はね、話がこう合うんですよね。で、そこに来ているね、あのこのプロの方に情報をもらっていろいろとこう聞くと、あちらに行って、はい、お参りしましょう、はいはい。その後にフリーマッサージプロジェクトです。2人のね、どす黒いトゲを抜いてもいただきましょう。はい、はい、じゃあ参拝よろしくお願いします。お、開いた開いた。ちょっとあそこに座ってほっ、ね、ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。あ、じゃあどうぞどうぞ。ありがとうございます。これついてたんじゃん。よくこちら来られるんですか、トゲ抜き地蔵は。あの、1ヶ月に1回足悪いから、ちょいと足とつかない。そうか、杖つくと肩もこるでしょう、やっぱ。はい、わかります。どんなに丈夫な人でも年取ると足が悪くなる、ね。そうですね。でも歩けなくちゃつまんないよね。あ、意外とですね、もっと凝ってるかと思ったら意外と凝ってないというか、こう芯はある、これ痛いでしょ、これ。あ、こっち凝ってますね、右が。マッサージやってる人なんです。今ね、いろんなところでね、また来てきたかな。本当ですか。マッサージやってるの。マッサージやってる人。うん、でこう休みの日にこう来て、いろんな人とお話しして、ちょっと肩こりチェックをしてるっていう、そういうね、活動してるんで、もしよかったらちょっとさせてもらっていい？ちょっとだけね。ちょっとだけね、せっかく縁なんで、ちょっとね、じゃあ座っててください。いいの？無料でいいの？当たり前じゃないですか、そんな。当たり前でいただきませんよね。うん、左は凝ってないですけど、ちょっとね、タオルかけます。左はね、こう右が結構、あ、でも左も凝ってますね。ちょっといただきますよ。